はい、皆さんこんにちは。今日は土曜日お休みですけど、配信はもうちょっと先かな。天気熊本めちゃくちゃいいです。もうね、桜も散ってしまって葉桜になってしまいましたけど、皆さん熊本はですね、セミまで鳴き始めてますよ。昨日ゴルフ場に行ったらもうね、うるさいぐらいセミが鳴いてました。嘘だろうとね思いましたけど、4月まだ10日前だよね。どうなっちゃうんだろう今年の夏はってね、みんなで話しました。暑い、ほんとね暑い。熊本は湿度が高いから特に暑いんです。もうね、今ぐらいの季節がですね続いてくれると生活するのにもね、仕事するのにもとってもいいんですけど、今の時点でこれほど暑かったら先が思いやられますね。ここはですね、もうちらほら出てきてますけど、蚊が多いんですよ。こういう風にね話してても、もうブン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 蚊が飛んできて、去年もねパチ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 しながら撮影してた動画がね、夏はとても多かったと思います。憂鬱です。そんな夏が来る前にどんどんやっていきましょう。はい、じゃあね、今日の How to 観葉植物再生編やっていきましょう。今日再生する植物はこちら。はい、オーガスタです。何回かね、去年もやりましたけど、オーガスタ、最近オーガスタの育て方や再生の仕方を教えてくださいとね、そして他の植物を真似して日に当てたら真っ黒焦げになっちゃいました、どうしましょうというコメントがあったんで、オーガスタやっちゃおうと思います。もうね、前回見られた方はですね飛ばしてもらって構いませんよ。勉強したい方は見てください。そしてね、復習のつもりで何度も何度も見られて結構です。オーガスタ、これもですね世によく出回っているポピュラーな観葉植物です。耐陰性が強くて寒さにも強いからですね、とても市場に出回って皆さんのご自宅にもですねあるところかなり多いと思います。お祝いとかでもですね、シュッと立って新品のうちはとてもですね豪華に見えて見栄えもするので、もらう方もかなり多いと思います。でもですね、見てください、このオーガスタ、皆さんのところのオーガスタもこんな感じになってるの多いんじゃないでしょうか。はい、ご覧の通り上はですね新品みたいに綺麗ですけど、もうねこんなに広がってこういう風に葉が割れたりね、茶色くなったり枯れたりねしています。これはですねコロナの影響でカフェを閉められたところから持って帰ってくれとね、オーナーの方が言われたから持って帰ってきて処分するつもりだったんですけど、まあね立派に育ってるからどうしようと思い冬の間取っていました。すでにこうやって新芽が出始めてますけど、見てください、こちらが正面ですけど、もうねかなり広がって荒れています。下からはですねこうやってまた新芽がもうすでに出てきてますね。はい、でも皆さんオーガスタこんな感じになってますよね。オーガスタ見た目ゴージャスでねおしゃれなんですけど、いかんせん葉っぱが大きくてだらんと垂れたらねめちゃくちゃ面積を取ります。なので非常に邪魔です。
そう思ってるでしょ。そして葉っぱがねやばいですから、こうやって割れます。こうやって歩いてるうちに触れるだけでもどん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 葉っぱが割れていきます。乾燥にはですねものすごく強いんですけど、毎回言ってますけど、乾燥に強いからといって水をやらないでいいわけじゃありません。芋科のね食わず芋もそうですけど、やっぱりシャキンと立たせてる状態が一番美しいですよね。その状態を保つためには乾燥に強くてもしっかりお水をあげなければいけません。お水をあげないとどん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 葉っぱが広がっていきます。そして割れていきます。葉っぱも黄色くなっていきます。ほとんどの園芸店や専門書には水を与えすぎないでくださいとかね書いてあります。これはですね嘘じゃありませんけど、僕なりのですよ、僕なりの観葉植物の育て方だったら水はがっつりあげます。そしたらですねしっかり育ってくれます。ものすごくですね強いから根腐れしないとは言いませんけど、あまり気にしなくてもいいです。どっぷりつけてて、まあたまに根がね腐ってうんっていう匂いがする時もありますけど、それでもほぼ枯れないのがオーガスタです。水ねそういう時は入れ替えてまたしてあげれば元気に戻ります。冬場もですね寒いところに植えたとしても、植えるのはまず本当はおすすめしませんよ。でもどうしても最近は植えたいという方が多いです。どうぞ植えてください。冬場はなくなりますよ。そして寂しくなります。でもですね植えてなくなってもですねほとんどのところは、僕の近所で温泉施設があるんですけど、マイナス5度ぐらいまで落ちます。そこもですね毎回なくなりますけど、夏場だいたいこのぐらいまで戻って秋口いい感じになります。そしてね冬また霜で焼けてなくなっちゃいます。ほとんどね出てきますので、かなりオーガスタ強いです。植えたい人はですね枯れる覚悟で植えてみてください。はい、でもですね鉢植えはですね重植えと違うので、傷んでしまったら、このままの状態でですね飾ってたら皆さんとってもやっぱり景観を乱しますよね。オフィスやご自宅の、最近はおしゃれなお家多いです。オーガスタコンクリートの鉢とかでドンとね置かれてるところあります。テレビでもよく見ます。枯れているところをもう見苦しい、そしてもったいない素晴らしい空間がですね植物のせいで逆にひどく見えるということがないように皆さんしましょう。そのためにはしっかりとした管理の知識が必要です。そして傷んだ時には再生させてください。再生できます。じゃあやっていきましょう。まずですね再生させる前にこのオーガスタ一度きれいにしてみましょう。枯れ葉、こういう枯れている葉をですねしっかり切っていきます。もうですね全然気にしなくていいですよ。割れてる葉は全て切り落としましょう。こういう割れてない葉っぱもね垂れてたらカットします。このぐらいの葉っぱでしたら見えます？葉っぱの形に沿って茶色いところをカットしてあげましょう。こんな感じです。いい感じじゃないですか。ここをちょっと丸くしてあげるともっといいです。はい、これで形が大丈夫でしたら結構です。
はい、枯れ葉を全部落としてみました。あ、このぐらいでもですね、随分変わりますよね。この状態で見栄えが良かったらこれでも構いませんよ、ね、そしてわざとこういうカットをしましたけど、こういう切り方をするとですね、また景観が悪くなります。なのでしっかり下の方からこうやって切ってあげましょうね。あまり切りすぎると中から芯が出てきているのが出てこないよということがありますけど、僕は結構カットしても全然大丈夫なことを発見しました。なのできれいにねカットしてあげましょう。せっかくきれいな観葉植物のオーガスタなので、こういう枯れ葉がですねついているとみっともありません。結構大事ですよこういうのはね。はい、これです。これはね、手で取れる時もありますけど、これはちょっと硬い、ね、取ってあげましょう。結構硬いです、ね、浮いてあげます。そしてね、この抜いたこの中に虫が入ったりすることもあるのでね、取っておいた方がいいです。そして消毒をねちょっと振ってあげとくとなおいいですね。虫ちゃんたちはこういうとこに隠れています。まあですね、虫が嫌だという人は観葉植物を室内で飼うことはちょっと厳しいので我慢してください。はい、どうですか、随分変わったでしょ、ね、また茶色くなったらカットすればいいですよ。なるべく、ね、見栄えよくですね。で、こういうのも取ってあげます。はい、いかがでしょうか。ずいぶん良くなりましたね。鉢をね変えてあげて、これだけでも十分だと思います。はい、いい感じになったでしょう。でもこのままじゃですね、皆さん満足できませんよね。せっかく再生を学んでいるんだから、再生にもチャレンジしてみましょう。オーガスタ、普通のね観葉植物と一緒で、これも火に焼くとゴツゴツとしてね、しっかりとしたピカピカとした葉っぱが出てきます。そしてですね、全部カットしてもですね、新芽がこんな感じで出てくるのは出てきます。でもですね、オーガスタの場合はこれ今ちょうどいい感じです。この一茎に1本ずつぐらいね、こういう大きいのでね2本出ても大丈夫です。一つの房にね1本ずつぐらい出てる状態でお外に出してあげましょう。太陽の光がね当たってとっても綺麗でしょう。と思われるかもしれませんけど、皆さんそう、お分かりの通り、今あるこの葉っぱはね真っ黒焦げに焼けてなくなります。もったいないとね非常に思われるかもしれませんが、大丈夫です。新芽をね今度生かしてあげましょう。オーガスタの場合はですね、葉っぱを生かした方が、これだけ表面積が広いですよね、しっかり光合成をですねしてくれますね。お日様の力を手に入れて新芽が出てきます。そしてですね、太陽の光に当たりながら出てくる新芽は、ここの茎がね短いです。短くてしっかりとしてしまったね葉っぱが出てきます。なのでこの状態でもねいけると思ってね、このままお部屋の中で管理されても結構ですよ。でも一度しっかりね強いオーガスタを作りたいなら、こうやって日に当ててみてください。ほら、太陽がガンガン照ってますよ。でね、こうやって今風がそよそよ吹いてますけど、今から先これだけは注意点です。しっかり葉っぱが出てきたらですね、台風とか
風が強い時はですね、室内とか風の当たらないところに移してあげてください。お分かりの通り葉っぱがやばいのでこうやって風で割れてしまいます。これはですね、すごくオーガスタ神経を使うところであります。お日様の力でね、しっかり葉っぱが強いオーガスタできますけど、風だけがね要注意点です。外で管理する場合はですね、雨任せでも構いません。乾燥気味でね、葉っぱがしっかり出てくるまで、育ててみてください。あまりですね、葉っぱがない状態で水をあげますと、根腐れということもありますけど、まあそれはあまりないんですけど、芽が出るのがねちょっと遅いです。生きようと思う気持ちをね出させるにはちょっと乾燥気味で、喉が渇いた死んじゃう芽を出して光合させようと思わせた方がですね早く出てきます。その時にしっかりお水をあげて栄養剤とかをあげてみてください。そうすると元気なオーガスタができますよ。はい、皆さんどうか、ちょっと怖いかもしれませんけどチャレンジしてみてください。オーガスタの再生でした。信じるか信じないかはあなた次第です。はい、じゃあ今日はここまで。バイバーイ。